精神的にこう私たちが満足度を得られるような社会っていうのが次のステージなのかなと思って見ています。皆さんこんにちは、うまちゃんこと経済アナリスト小口まりこです。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。今日はですね、私自身がどのように経済を捉えているか全体像をですねお話ししたいなと思っています。まずはこちらご覧いただきたいんですけれども、以前の動画で脱成長とか脱資本主義とか、経済が環境を配慮していくと経済の成長を追い求めることは非常に難しい世の中になってきていて、脱成長とかそういった考え方が今普及してきているという話をしましたよね。その考え方と並行するようなものなんですけれども、私自身こういうふうにこう今世の中を捉えています。先進国ですね、日本を含めた先進国というのは経済的な豊かさってもうある一定の水準まで来ていて、皆さん同じような経済水準で今生きてますよね。多少こう貧富の差はあれでも経済的に豊かな状態で今生きていますよね。例えばすごく危険を感じるとか、治安が悪いとか、何かこう生命に危機を感じるような社会ではないですよね、先進国においては。そうなってくると、実は経済的豊かさがもうある一定の水準まで来ていくと、豊かさを感じる幸福度っていうものはもう一定水準まで来て、あとはプラット水平上の中でこう私たちは今生きている段階なんですよね。やっぱり高度成長期とか非常に経済がガッと成長していく時には、新しくこういろんな経済体験であるとか富を蓄積できたりとかして、こう幸せを感じる幅が大きくなると思うんですけども、今のところ幸福度って一定になってきていますよね。こういった社会に今入ってきている中でビジネストレンドを把握しないといけないんですけれども、やっぱりこの中でこの幸福度がプラトに入ってきた中で、私たち消費者とか人間に対してどういったものを提供していく企業が最後残っていくのかっていう、そういう視点で物事を考えています。なので IT ツールが普及して非常に便利な世の中になったんですけれども、本当に心の底からこう豊かさを感じられる時代かというと、まだそこまでは至ってないんですよね。ですのでこの多様性とか共感性っていうキーワードを書きましたけど、やっぱり豊かさっていうキーワードも今よく出てきていますよね。人間として、豊かさを感じられたりとか、本当に真の意味でこう満足度を感じられるような、そういったサービスを提供してくれるような企業が次のビジネス界の覇者になるんじゃないかなと思っています。今はGAFAがね勝ちましたよね。 IT の世界で私たちにとって非常に便利な世界にしてくれました。ですけど、その先に次の覇者っていうのは、やっぱり人間がこう満足できる、心から豊かさを感じられるようなサービスを提供してくれる会社が次に勝つ。当然GAFAも含めてここを視野に入れて今ビジネスを作っていってるというふうに伺えます。で、具体的に例を挙げれば、やっぱり人間であるからこそこう満足度を感じられるものって、やっぱり努力としてしか得られないようなものとか、信頼関係も実はそうなんですよね。一朝一夕で信頼関係って実は積み上がらなくって、時間をかけてビジネス上でちゃんと信頼関係を積み上げることができるような人間であるとか、そういったことが非常に価値が高いと思うんですよね。なのでそういったことを含めて、精神的にこう私たちが満足度を得られるような社会っていうのが次のステージなのかなと思って見ています。で、私なりにこう今多様性とか共感社会みたいなキーワードがだんだんこうトレンドになってきて、非常にいいことだなと思いながらも、少し私自身がこう虚しさを感じる側面もあって、それはちょっと最後にお伝えしたいと思います。で、これ私が今の大きなトレンドを含めてビジネス界、経済あるいは株式市場を見ていく上で、こんな風に世の中を見ているという概念図になります。で、まずですね、社会課題として今大きく立ち上がっているのが、環境をちゃんと守っていきましょう、持続可能な社会を作っていきましょうということと、もう一つ効率化ですね、DX 含めて世の中を効率的に回す、あるいは会社を効率的に回していくっていう風な、こういう風な大きな軸がドンと立ち上がっているんですね。なので水色のところですね、社会的課題というところがドンと出てきているんです。これに対応してそれぞれですね、技術とか手段が生まれてきて、ここの濃いブルーのところに今主軸となっている経済界のメインの企業がドンとあるわけです。ですので株式市場を分析していく上ではですね、ここの企業分析が鉄則になってくるんですけれども、じゃあ見ていきましょう。社会課題、水色の社会課題を解決していく手段
とか技術を提供している会社がどういう会社かっていうと、環境の軸ではグリーンエネルギー EV 電気自動車ですよね。そして効率化の方では 5G、6G、そして DX です。でこれらの技術の一番根底をこう技術として守っているものが半導体であり、パワー半導体でありセキュリティになってくるわけですよね。でここまではよく語られる、あの株式市場を分析していく上では、まあ、ここがもうメインのお話になってくるんですけど、やっぱり私はこのピンクのゾーンですね、未来都市っていうふうに書いてるんですけれども、 DX 環境、それに対応する企業どこなんだっていうお話はもちろんいいんですけど、じゃあそれを実現してどういう世界を私たちが作っていきたいのか、どういう世界を目指しているのかって、このピンクの部分を含めてやっぱり考えなければならないですし、ここの視点が抜けてる会社もあるんですよね。やっぱり足元の目先のこの技術のところだけに特化している、そういう目線になりがちなんですよね。当然こう日々忙しいのでそこに視野が狭くなるっていうのは当然なんですけれども、ただこのピンク、どういった世界を目指すべきなのかっていう考え方がある会社がやっぱり強いかなと思っています。私なりの考えになるんですけれども、未来都市というふうに定義していて、こう人間が成熟してきているので、この成熟したがゆえにですね、ヒューマニティ、人間性が向上してきてますよね。こういったものに対して満足度を得られるようなサービスを提供してくることがまず必要になってきますし、あとはデジタル資本主義という考え方もあるんですけれども、 GDP って経済成長率っていう数字で多いじゃないですか。でも例えばですね、 LINE って無料で私たち使いますよね。あの LINE によって非常に私たち便利さであるとか時間を効率化できたりとか、いろいろメリットがあるけれども、あれって実は GDP に反映されてないですよね。でもそういったこと含めて私たちは豊かさを手に入れてきているので、何かこう GDP の軸以外プラスアルファの軸で物事を評価していくような必要性があるんですよね。なのでデジタル資本主義という考え方もあって、あとコンビビアリティという考え方ですけれども、これは落合さんが提言されているワードで、いろんな方が今使うようになってきて、私自身このムック本のギガトレンド10というものを出した時の、まあ、一つのトレンドにコンビビアリティを取り入れたんですけれども、まあ、自立共生、みんながこう自立的に生きながら、そして多様性を認めていく、そういう社会がこれからのトレンドになるかなというふうに私自身世の中を見ています。最後にですね、多様性とか共感社会というワードを素晴らしいけれども、まだまだ足りないというふうに私自身思っていて、多様性の議論ってやっぱり今のところこう LGBTQ って性的マイノリティの方々を認めていくっていう側面がメインかと思いますし、それは非常に素晴らしい動きだなと思いながら、実はこういう定義されていないけれども、もっと個別の独自の価値観を持っていて人に言えないような価値観とか持ってる方々もいますよね。もっともっと実は多様性って細分化されているはずなんですよね。ただ今のところ認めやすいとか、ものに対しての多様性は OK だけれども、少しちょっと認めにくいというか、聞いたら受け入れがたいような価値観とか、そういったものにまではまだまだ多様性を容認する社会にはなっていないと思っているんですね。一歩今進んでいますけれども、さらにこの先はもっともっと奥深くですね、いろんな多様性を認めていくって社会になってくるんじゃないかなと思っています。でもう一つ、私自身がこの多様性っていうものを考えた時に、一歩一線を間違えればですね、実はあなたはあなた、私は私、そうだよね、じゃあ平行で生きていきましょうみたいなことにもなりかねないと思っていて、それってある意味無関心とか不干渉っていう、ちょっと距離を置いて知らないっていう風な生き方にもなり得るなと思っていて、何かちょっとそういうことも感じたりするんですよね。もうこれ以上私の価値観に踏み入れないでくださいというようなことを、まあ主張していることにもなりますよね。でもそうではなくて、本来の多様性っていうのは本当に心から相手を認めて、相手の生き方を尊重し、そこからむしろ、あ、そんな考え方があるんだ、面白いねとか、ああそっか、そこから学ぶことがあるなって、より自分も取り入れながら、あるいはこう理解をしながら前に進んでいくみたいなことが一番望ましいんですけれども、一部のところではあなたはあなた、私は私では交わらずに生きていくみたいな、そういったところも見受けられるので、このあたりはちょっと自分自身がいろんなメディアでこの話をしている時にちょっと同じくなったということです。でも世の中の方向性としてはいい方向に向かっていっていますよね。こういった観点からも、実は株式市場であるとか企業の分析とかもできるので、ぜひこういった視点も皆様のご参考にしていただいて、世の中をご覧いただければなと思います。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。
ぜひ今回の動画で少しでもいいなと思っていただけた方は、いいねボタンとチャンネル登録、そして通知ボタンもどうぞよろしくお願いいたします。これからも応援どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。